This is the first dream event of the great. I knew that groove was in your heart. Millionaire Fighting 2001. What an incredible match. Here comes a new challenge. これで、うまく動いてくれることを祈りたいと思います。まあ非常にシビアなんですよね。シビアというかデリケートなんですよね、直美という基盤が。さあ、全権なしの対戦ということで、 1P が秋田シーグルのゲージが見えないですね。この辺ちょっと画面調整します。すみません、画面の方は大丈夫ですかね。大丈夫ですね。今度うちでですね、2月の第4日曜の予定なんですけれども、格安の、ちょっと大きい大会を全権なしでやってみようじゃないかという感じでですね、抜きもちょっと練習して、最近は、秋田さんとかね、ハンター、鉄さんとか反対やってる方たちも、練習してる感じで、僕もちょっとやってるんですけど、全権なしということで、全然、ありとね、当然ゲーム性が相当変わってくるんですが、1P がですね、秋田、山崎、森がチュンリーと。
FB が抜き、抜きは N のサガット、ゴーキ、リュート。このゲーム、グルーブが、まあ、6つもある、まあ、S はないようなもんなんですけど、実質別のシステムのキャ、ゲームで戦うみたいな、こういうところがね、非常に面白いところですね。さあ、竜は非常に 山崎に対しては地上戦がちょっとね、きついんですが、山崎先鋒というのはちょっとまあ、意外です。さあ、ここで空陣から当たっていたんですが、このゲーム空陣からは基本的に技がまあ、流しにくいので。さあ、山崎がジャンプダイキック、これは1位。あ、しかし、まあ、ここから烈焼2の大将、抜きサガットが、まあ、昔やってた時もそうだった、よくあったんですが、まあ、大体こういう時は何か知らんけど、大将戦始まると、大将満タン同士みたいな、あれ、さっきのあれは、なんでなかったことになってるみたいなのはよくあるんですが、若干減らされて、しかし、このゲームは、ラウンド、1人倒した後若干ゲージが、体力ゲージが回復しますね。あ、遅らせの初代ターゲットからの何でしたっけ、あの技ダークネスですね。ソウルを放して、さあ、かなり発射有利の状況で走っていてきたところにシューパンを置いて、 Here comes a new challenger. You must crush them. まあ、さっきのはかなり秋田さん有利な状況だったんで、割れてもいいかなというようなところでしたね。まあ、逆に割れるのを嫌がってボコボコに、読み負けてボコボコにされて、で最後結局食らうみたいなのがまあ最低の展開なんで、あそこは秋田さんはまあ割れてもいいかなっていう感じのガンマ G モードだったという感じですかね。ここはもうオリコンは全くできませんね。全くできません。あって、中足真空、これはシングルに対してはほぼリスクがない。終わって走って昇竜拳、ジェジクでショージャンプを防止していく。緊急竜巻でレベル1、これは緊急回避、ショージャンプ見ている。ここから緊急、さあ、ガードゲージが、今のは何の昇竜だったのかわからないが、シングルのモリガン前ラッシュ、セーブラッシュではないんですが、まあ、ラッシュがかなり性能がいい。あ、遅らせ投げようとしたのか、秋田さんも若干遅らせたような感じだったが、さあ、2チューン、いや、これは大将ゲージがないのでちょっと苦しい形ですが、まあ、ゴーキー体力がないので
まあ、小さいに非常に小ジャンプさばくのが難しいですよね。しかし大きな体力がない見えない裏表千里はレベル1砲翼戦が破格の減りなので、さらにそこからまあ見えない表輪弱っていうのがあって、まあ、一軸使っていくのが非常に強いというキャラですね。今のはアパカカキャノンを入れていたようだが、めくりの対処がちょっと下がったは難しい。振り向き昇竜が出ない場合がありますね。これはそしてつなぎが2振れつなぎなので、非常に、まあ、当てさせるのはちょっと難しいですね。全キャンがないとこれだけ、まあ、スピーディーな展開のゲームになるというか、まあ、かなり別ゲーというのはちょっと言い過ぎかもしれないですけども、全然違うゲームになりますね。さあ、あったところに砲翼戦ランは、まあ、車急に止まれないというので、いきなり止まることはできないんですね。止まるときに隙がありますので、ああやって、まあ、走ってくるところにキャンセルかかる置き技を置いておいたりっていうのが一つの対策ですね。N 側はまあそれを5番とかで急停止して出させて差し返したりっていうのが、まあ、読み合いというような感じですね。受けて立とう。このサイクルは about to explode。 ファイト。ゲージが止まるまではまともなコンボが、まあ、山崎側はないので、結構龍側は昇竜を打ったりしても、まあ、いいかなと。N 側のこの突進をなんとか一つ一つさばいていかなければいけないのがシーブル。ずっとゲージを持っといて、まあ、好きな時に使えるっていうのがシーブルの強みではあるんですが、その分 N ブルにはかなり立ち回り1つ目で負けてしまっているので、まあ、攻めるN グルに対していかにうまくさばくかというシーズンの、まあ、そういう構図になりますね。全キャン全キャンっていうのはどんな状況で使うかっていうとですね、まあ、前転の出掛かりをキャンセルして、まあ、前転が27 20ぐらいの無敵があるんですが、その無敵がこのままその必殺技に乗ってしまうという、まあ、大変なとんでもないバグがあるんですけど、まあ、ガードされてさせて問題ないどころか有利な必殺技とかっていうのが、まあ、ちょくちょくあるので、そういう技ですね使っていくのが、まあ、非常に強いと。代表的なのは、まあ、ブランカの電撃とかサクラの春風脚とかですね。かなりリードしていたはずだが、あった、ここで上級10代ターゲットからのダークネス、これは最大アパカ、アパカは読んでいたか、爆捨てしようとしたみたいですね。そのこの突進をなんとかなんとか一つ一つさばいていかなければいけない。あっと、これは確定中盤方戦。そうですね、オフィシャル全国優勝ですからね。This is the first dream event of the great I knew that groove was in your heart.
What an incredible cast of warriors. Oh man, are you ready for this? This tournament is held on. Keep rocking. Live and let die. Fight! See ya! You can feel the calm before the storm at the moment you begin. Hadouken! アキタさんのさばきは相当うまいですね。結構ね、一回近づかれると結構しん、まあ、山崎側はしんどいはずなんですが、なかなか接近を通さない。ここで対空のレベル2ギロチンからのキャンセル。しかしここで対空の続きも、おっと最後当たらなかったか。Is about to explode. Fight! Leo! 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 Leo!飛行機を発動してから2択、これが非常に注目と、これですね、2択が非常に強力なんですが、さあ割り切って勝利を打っていった中足、波動拳に世界で一番ダークネスイリージョン入力が早い男は来た。大パン振って裏回り前線からのコマンド投げ、ここはバカで割り込んでいく。Go for broke. Fight. ゲージがないのでちょっと苦しい格好のアキタだが、ここは勝利権必要として中盤ガードゲージを削って、さあ割れそう、上には伸ばさないが、裏回り少々、これはちょっと躊躇したか、ゲンキックで寝かして、ここは突き落として裏回り前転からのショージャンプ投げて、ショージャンプがとにかくついた、おっとちょっと中がつながらない、つながっていればこれは終わってたかなっていう体力ですね。フェンリーはまあ1ずつ使っていくのが強いんですが、レベル2からの100列でキャンセルして、そこから発形レベル1砲翼戦というのがアホかというぐらい起こりますね。This is the first dream event. Great! I knew that groove was in your heart. Ultimate Fighting 2001 is about to begin. Hardcore fans have been eagerly anticipating. Oh man, are you ready for this? This tournament is held under the freaking shields. Keep rocking, baby. This is gonna be a match to remember. Fight! See ya!山崎は地上では立ち台キックが非常に強いんですが、まあ、昇竜拳がないキャラなので、そこに飛ばれてしまうと、まあ、かくんなかったとしても接近を許してしまう。いや、ここで発動していった、走って5番からアップと、山崎のジャンプ大キックは、まあ、明日に相当長いので非常に落としづらい。Live and let
let die. Fight! Leo! 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 Before the storm, Leo! 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 Leo!全中盤で止めて、さあ中堅戦。This is gonna be a match to remember. Fight! 上には逃さない。走ってくると非常にプレッシャーがかかる。上には逃さない。立ち合いキックをうまく置いて、敵動きは攻め立てる。中盤弾を転がったがこれは止められてしまう。This is gonna be a match to remember. Fight!シェルギングが見てからですね、まあ、返すというのはほぼ無理なので、まあ、低空ラッシュはないんですが、あえて発動されたときには、まあ、押し返す選択として十分強い。はい、軽投げ。これは削っていって、止まり、これをガードしている。投げて、ショージャンプ、ショージャンプ絡みの攻めが非常に強い。おっと出ない。しかしガードゲージが、飛びが刺さって、おそらくショージャンプ予測してのゲンキックだったんですが、あれですね、チェンリーはゲンキック浮いた瞬間ゲンキック出す、そうノーマルジャンプだった時にもろに刺さってしまうという、まあ比較になってこれはくぐってジャンプショージック着地にかぶっていたが